美味しいご飯に雄大な大自然と、多様な魅力が溢れる北海道。ただ旅行する分には良いですが、そこに暮らすとなると良いことだけでなく大変なことももちろんあります。2016年の12月に、北海道での暮らしぶりが伝わるスレが立ちました。真冬の北海道民だけど質問ある？して。冷蔵庫いらずってマジ？保温のために使う。今なんと？マイナス5。どこ？道東。仕事行けんの？職場だよ。通常の仕事内容より雪かきの時間の方が長くなるってマジ？除雪業者使ってないところはマジ。道東はすごく寒いだろうな。札幌は少しだけ暖かいぞ。野ざらしだから体感温度やばい。今どんくらい雪積もってる？道東はあまり降らないから20センチくらい。食い物が超絶うまいってマジ？海産物はうまいらしいけど飽きて食べない。北海道に比べたらマシだけど長野も寒いぜ。寒さ限界で電気毛布が活躍しだした。室内は25度キープだからパン1だよ。お前ら動員して他県を見下してるとこあるよな。観光地のくせしてな。いやいや観光客って知れとこくらいでしょ。誰もいないよ。湿度はどのくらい？気温低くても湿度あると楽だよな。測ってないからわからんけどカラッカラだぞ。室内は暖房全開だから加湿器3台使ってる。外外。今測ったら 25% くらいだった。暖炉がある家庭って実は少ないんだよな。実際見たことないな。薪ストーブは多い。知床生まれの俺がさっそうと登場。知床だけ知名度上がってずるい。前に札幌から出てきた女と少し付き合ってたけど、ハキハキした性格で付き合いやすい女が多いのかね。物おじしない性格で結構できる女と判断したわ。広いからなんとも縁がいい子に当たったんだね。うっしーとの日々の生活ってリアル？読んだことないからわからないけど銀のさじに近い感じかな。ラム肉なんで本州で売ってないの？道民は生産力高めるべき。道産ラムなんて食ったことないわ。花咲ガニってどうなの？一番うまい。毛ガニやタラバに見向きもしない漁師たちも花咲は食べる。昨日北海道物産展やっててコアップガラナとイロハスハスカップ買ったわ。やけに高いなぁとは思ったけど、そっちだといくらくらい？高いとかはない。ハスカップは臭い。コンキリエってどうなの？いつもトールとか聞くってる。まあ観光客にはいいと思う。安く食いたいなら近くのババ商店とかいい。実際魚介系は漁師から直接もらうから店とかあんまわかんねえんだよな。雪で遅刻は理由になる？ならない。大雪なら2時間前出社当たり前。釧路根室って車で走ってると毎回しか出るよな。毎回引き殺すな。紋別帰りたい。けど、除雪嫌だ。内陸は大変だな。今年は幼虫どこまで育てた？まだ20センチくらい。ホテルの値段とか食い物の値段見ても都内の3分の2以下の物価だわ。収入もな。もうやだこんなロシア。わろた。1ヶ月だけ交換したい。そこら辺のおっさんも親戚も知り合いも、ロシア人と北方領土ヤクザばっかり。近くに戦争とかあるの？麻雀ないと生きてけないよ。戦争はないけどみんなやってるから混ぜてもらえる。レートは100。点1。点ピン。点100。JK は7足。ジャージ履いたら負けな謎ルール。道東のどこ？道東の噂って何？偽アイヌ？みたいな。言えない。偽アイヌはマジ。道東で育ってそこで仕事してんの？周りもそんな感じ？8割は出てくけど半分戻ってきたな。地方だと公務員になると勝ち？内地と比べるとあれだけどこっちでは勝ち。マジでまともな企業はない。みんな都会に憧れて出てくんだよな。すぐ戻ってくるくせに。まあ漁師とか農家だけどな。通ない奴は頑張ってると思うよ。逆に漁師は冬だけすすきのに星としに行ってるぞ。今は YouTuber らしいぞ。なんでせこまって埼玉に進出してきてんの？田舎の味方だから。アイヌコタンのアイヌは偽物なの？純血はほとんどいないけどそこら辺はまだ混じりのがいる。アイヌ人権主張して金もらってるのは偽物。犯罪者が冬山にこもるの本当か。昔はいたんじゃないか。そのまま子孫増やして村になったとことかあるだろう。まだ 150km。あの看板リアルに見てる。鈴木、子が悪いことしてそう。こっちの数百人しかいない村の道路や岸壁直してくれるから、いろいろもらっちゃうんだろうな。田舎民にしたら神様よ。高校にヤンキーっているの？みんな雪かき手伝ういい子なイメージなんだけど。最近は見た目ヤンキー減ったけど根はドキュンよ。親がそうだから小さい頃からタバコ酒車運転歴させるから。でも家の手伝いとかしないと親に殺されるいい子よ。親がもともとそういう気質だからいいのかなるほど。アニメ映るの？親に服従するしつけだけはされてるアフリカ人みたいなもん。テレ東は最近電波来た。最寄り駅まで徒歩何分よ。15キロ。大変だな。運動するとか趣味あると、必ず室内施設まで行かなきゃなんだし。基本部屋干し？俺には住めない。暖房ガンガンだから部屋干しですぐ乾く。スレはこの辺りで終わっていました。お次は2015年の7月に建てられたスレを見ていきたいと思います。北海道民だけど質問ある？質問ありマッカートニー。札幌から日帰りで行けるおすすめの温泉。なお自家用車は持ってない。駅からあさり川温泉。エッチし放題ってマジスカルクディー。これは俺的にはガチやと、やる場所が少ないので家で。する時が多いかっこラブホ高いし、田舎にはラブホない。どこ住みよ、俺はイブリ。
十勝地方。止めて。旅人でも道民でも大歓迎、楽しんで、後で俺の部屋来て、かっこゲスカオ。今って気温何度くらいインドネシア？ 22.3 度くらいで涼しいぜ。7月の終わり頃旅行で行く予定だけど寒い。そうだなぁ、寒いような。どこに行くかにもよるかも。おすすめの観光地教えろ。都会人の人なら観光マップとかには載ってない裏スポットっつうか、道の中心あたりに行って自然を満喫するといい。キツネとかクマとかシカとかそこら辺にいると思うなよ。会えるのはたまにだからな。青で他県民から聞かれる。確かに、他県からずれてる感は感じてるさ、日本では確実にない。ドジンが、トリトンの寿司でも食ってろ。ドジンだと、アイヌ民族の狩猟技術なめんなよ。ヨーグルト食わせろ。新徳っていう町の山奥にあるミンタルって店があるんだが、そこのヨーグルトめちゃんこうまいぞ。差別と受け取られたらごめんなさい。実際どれくらいアイヌの血って混ざってるの？ジージーちゃんとかシーシージーちゃんがアイヌだったとか聞かないの？実は今いる北海道民のほとんどが他県から来た移民です。純血のアイヌはほとんどいませんが守ろうと思っている人もたくさんいて、まだ純血アイヌはいます。昔々からいる先祖代々の家系でないとアイヌではないでしょう。マタギはいるで。あとみんな優しいで。さつまいか根室富田。大当たり根室住んでる。根室には忘れられないくらい好きな人が住んでる。行ったことないけど。ピーターコーンとか有名なんだ。そんな俺は札幌住み、涼しいってか寒いぜ。そいつのことは忘れな、どうしても忘れられないなら、外国行って。したら忘れられるぞ。大聖壁外国人愛の言葉。根室は水泳がなかなか強かったイメージ。今は知らんけど。根室の近場のジョイフィットは強いらしい。冬は嵐山スキー場かな。ボード民いっぱいいるけどスキーの方がスコ。まだ右側の一人乗りリフトは古いやつなの？うん。ずっと一人用のギシギシいうやつ、初心者にはあそこ見つけづらいよな。あれ怖かったなぁ。あと山頂からの裏コースが好きだった。あそこなまら怖いよなぁ。わや人いる時といない時いるし、雪はしゃっこいしなぁ。かっこみんながよく知ってる道民語詰め合わせ。札幌だろ。札幌は味噌ラーメン発祥の地なんやで。ラッキーピエロ民です。函館だね。超うまいらしいけどどうなんかな。ちなみにインディアンっていうカレー屋さん知ってる？シーフードカレーすこ。シーフード高くね？おぬぬめはベーシックルーにカツのトッピングで福神漬け大量。普通にカツカレーなかったっけ？でもカツカレー食べようと思ったら、福原とかでカツ買った方が安いからって、そっちばっかりであまり記憶にない。トッピングの方が安いぜ。すすきののレベル教えろ。あと相場も。すすきの全然行かないからわからんわな。風俗行くならナンパしてパコパコした方がいいと思うジョル。ガトーキングダムは小物たまり場。アメリカでは同性婚認められたらしいんごねえ。北海道と言ったらタコ部屋労働。リアル開示だよな。昔はあったかもしれないが今は都市伝説に過ぎない。俺このままだと来年の4月から北海道の北見市ってとこに転勤なんだが、一体何がある町なの？コアップガラナ。今週で売られてるガラナとは別物？すいません。全く同じです。が、道民でなければガラナはコーラとは違った美味しさがあっておいしゅうございます。人柄の良さは他県に比べて人一倍ですお。網走空港とかいうどこに需要があるのかわからん空港。道内の移動に使う人もいるしなぁ。ハワイ行った時も千歳空港まで行ったもんなぁ。5月に道東旅行で十勝も行ってきたぞ。丸山展望台はとても景色が良かった。自然を体感できるよなぁ。東京とか都会行った時は、空気の違いと人の感じと密度に頭がアボーンになりましたね。北海道ホテルに泊まったけどあそこの中には本当にリスがいるのな。流月の大福もうまかったしまた行くよきっと。ただ大樹から釧路に抜けた時、丸々小中学校の標識があって、右を向いたら校門だったトマソンに、学び屋の跡という看板がかかっていたのには寂しさを覚えた。街道は優しさと動物と食べ物と女と、楽しさいっぱいであります。寂しさ、旅行に来て北海道から帰る時に寂しくなって、また第二のふるさととして戻ってきてくだされ。北見って確か頭おかしい焼肉の祭りみたいのあるよな。肉、肉、肉。北海道の電車？地下鉄？は網棚ないって本当？デマやデマ。スレの中には北海道に憧れを持つスレ住民たちもいるようでした。羨ましい。俺も将来的には北海道に住みたい。羨ましがらないでほしい。同じ日本ということを忘れるな。北海道に移住してバスンでもやって悠々暮らすのが目標。ただ雪かきが相当だるそう。変な妄想だけは抱くなよ。ナンパしてやり放題とは考えてないよ。まあ賃金やら生活環境やら現実の暮らしは甘くはないとは思ってるけどね。金があるなら北海道よりを決して外国に住むことをおぬぬめする。ビックカメラ札幌2階のトイレには若いイケメンがジョロジョロ。もっと内陸部行くと女の子いっぱい。8月に北海道にツーリングに行ったら、その年は猛暑で本州とあまり変わらないように感じたけど、その時本州はもっと暑かったようで、11月に北斗星で行ったら、列車降りた瞬間、頬が痛かったです。寒い時タクシーが捕まらかった時は死ぬかと思った。北海道ナウなんだけどお土産屋さん教えて、ホタテの乾燥したやつ買いたい。どこって言われてもな、ホタテの乾燥したやつは貝柱のことかな？
味わってよく噛んで熱くて疲れた時に食べな。丸山にはヒグマ出るけどな。熊はちょっと合わないけど山菜取りに行く時は怖いわな。登別といえば、熊牧場。の、ぼ、り、べ、つ、といえば熊牧場っていう CM まだ流れてるんか？まだたまーに使われてる。創業無料括弧北海道以外。Amazon でゲームとか本とかバイっても遅すぎて、ワクワクを通り過ぎて悟り開くで。なんで今年は7月だというのにユニクロの上着なしだと寒いの？暖寒の差が今年というか道は激しいで天気予防は命綱だわな。道民ってどこにルーツを持つ人が多い？やはり北陸とか東北？源氏かどっかの戦国武士が逃げて北海道に行ったって話知っとるか？そういうこともあって県外からはルーツどこの？って聞かれても、いろいろとしか言いようがないわな。キリン派かコアップ派か。圧倒的にコアップやな。実はコーラの方がスコ。前に北海道物産展に来てたアパッチって店がナンマラうまかった。正直道民はナンマラなんてほとんど使わない。観光客がナンマラとか使ってると恥ずかしいぞ。マジかよ。今はもう使わないのか。チョスとか、バクルとかも使わないの？それは使うわおい、俺のゲームチョスな、とか、そのお菓子とバクってとかゴミ投げといてとか。ぶっちゃけ人それぞれ。使うやつは使うし使わないやつは東京とかと何ら変わらないよ。田舎の若者が使ってないだけだぞ。逆に札幌民は若者でも格好つけてナマラとか使いまくってる。恥ずかしすぎわろた。地球に生まれたからにゃ方言なんか関係なしに皆同じ人間やで。どちらかというと、ナマラより、わやの方が頻度が高いね。あと、ナンマかな使うとしたら。ナンマ？初めて聞いたわ本当に北海道で使う？長年いるけど使わないぞ。それはこの辺りで終わっていました。それでは最後にもう一つ、2018年の9月に建てられたスレを見ていきましょう。北海道民だけど質問ある？特定されない程度で答える。お母ちゃんのチャームポイントは？厳しくも優しい。携帯の充電が切れるからやめとけ。避難所で充電してもらってるから大丈夫。なんだ知床民か。だいぶ違う。言うといぶり。身の回りはどんな状況よ？停電はだいぶ復旧してる。だけど俺んちは多分まだ治ってない。旭川だけど今朝方電気が復旧した。停電のせいで水道も止まってた。結局一日で済んだけどそれでも不安だったな。復旧するまで頑張れ。水道とガスは使えるからまだいい方だわ。自分の家はどうなってんだ。ちょっと物が倒れた程度で奇跡の生還。多分本心来たら家崩壊する。雨降ってる？降ってる。雨も降ってるんじゃ危ないね。気をつけてね。ありがとう。さらにトウモロコシとナイフとフォークがあります。さてマナーが正しいトウモロコシの食べ方は？かぶりつく。正解。手づかみだ。やった。北海道人って札幌稚内の往復より短い距離なら短く感じるんだろ？べ、って北海道弁だと思ってるかもしれないけど、北関東でも言うよ。そんなことはない。まず稚内行ったことない人が大半だろ。相当田舎だろ。おう、なんもない。アイヌ人に土地を返せよ。未だに土地返してほしいとか思ってる人いるのかな？駅から徒歩1時間の場所に行くとしたら歩く？ただしバスもあるとする。バス？イブリと日高がいまいちわからないから教えてほしい。大した違いはない。なんか分かれてる。県みたいなもん。いくらとかは安いイメージ？安いとは言えないかな？あまり買わない。カニ食べたいから送ってほしい。高いわ。正月とかじゃないと食わないぞ。北海道の歩行者用の信号って、30秒くらい点滅するって本当？点滅は8秒くらい。本州行ったことある？青森と岩手ぐらい。ロシアっぽい美人いる？あんまいないかな。オウム真理教の人たちの建物どうなってるの？知らん。北海道にあれ降っているのかなってレベル。北海道で安くてうまい海産物教えて。サンマとかしか思いつかない。寒いとこを好む魚は大体豊富。スレはこの辺りで終わっていました。のんびりと余生を過ごせそうなイメージがありますが、除雪や車移動が必須などの不便な点も否めません。ただそれを上回るほどの魅力もやはりあるのでしょう。皆さんは北海道はお好きですか？